はい、すいません。はい。こんにちは、こんばんは、すいません。うまく、ちょっと技術的な問題でうまくいかなくて20分も遅れてしまって申し訳ございません。すいません。皆さんお待たせしました。としきです。ごめんなさい。普段、ズームでやり始めてから普段、ケント君がセッティングをしてくれてたんで、今回僕が、初めてやってみようと試みたんですけども、見事に、失敗をしてしまい、してしまいました。そうですね。それで、こんなにちょっと時間が遅れてしまったんですけど、すいません。待っていただいた皆さん、前の URL で待っていただいた皆さん、本当にありがとうございます。そんな感じで気を取り直して、今日の配信を始めていきたいと思うんですけども、と言いましても、いつも通りなんですかね、皆さんの、質問等に、エリンさん、ありがとうございます。皆さんの質問などに、答えていくような形に、していきたいとは思っているんですけども、そうですね、本当に2月、ほとんど、2月というか、ここ1ヶ月ぐらいほとんど2人で、僕とケント君で配信をできていなかったんで、そうですね。本当に待っていただいた方には、本当にお久しぶりというところでの配信になると思うんですけども、こんばんは、ヒロノさん。そうです。ワールドカップ抽選、そうですね。ワールドカップの抽選ね、ようやっと発表がありましてね。ワールドカップというか、オリンピック予選ですね。オリンピック予選の、会場はようやっと発表になりまして。日本、男子は、日本、中国、ポーランド。女子は日本、中国。違う。女子が日本、中国、ポーランドで、男子が日本、中国、ブラジルですね。ブラジルでした。そういうような形になって、中国がね、日本と同じように男女両方開催を、するようになったっていうのは少しちょっと意外な、ところではあったんですけども。そうですね、ヒロロンさん。ロシアは出ない。ロシアが出ない。中国が、確か男子がギリギリの26位だったんで、フランス、ロシアを除かないと中国っていうのは出られないので、もう多分中国は出ない方向で、次の抽選会も行われると思います。そうですね。Twitter の方でも URL 変わったお知らせをします。しています。もうやっぱり。あれないことをちゃんと、大さん、こんばんは。やっぱりちゃんと予行演習というか、ちゃんと事前にやっていた方が良かったですね。ちょっと甘かったです。いつもの感じでできるだろうと思ってたら全然できなくて。僕としては本当にこの、先週末もそうですし、先々週の週末もそうだったんですけどもね、連続して週末は、イタリアに行きました。連続して、両週末ともイタリアに行きましてですね、なんでここを、なんでしょう、先々週の土日月か行って、また先週も土日月か行ったんで、いたので、計そうですね、ここ、なんだ、10日間ぐらい、土日月か、水木金土日月か、10日間ぐらいのうちの、もう3分の2以上、そうですね、イタリアにいたということになったんで、本当にどっちに住んでるのかよく分かんない状況に、なっていたんですけども、なんとか、
まあ、両コッパイタリア、そしてまあそのコッパイタリア明けの、コッパイタリア明けの、リーグ戦の、チビタノーバ戦、チビタノーバ対、ミラノ、まあ、そして、パドワ対トレントの試合の取材に行ってきたというわけでございますね。はい。まあ、まず、なんでしょう。コッパイタリアの話からしますか。コッパイタリアは本当に、で、まあ、まず最初の1試合目、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。1試合目ですね。1試合目、まあ、まず、ね、これまで今季無敗だったペルージャに対して、フィアテンツが 3-0 で勝ったっていうところもまず衝撃、それが本当もう一番衝撃でしたし、で、まあその後のですね、まあそこで、まあ、ピアセンザが勝ったんで、次トレントにミラノ勝ってくれるんじゃないかと思って、その勢いのままに、まあミラノがね、1、2セットポンポンと、ポンポン、ポンポンじゃないか、1セット目はめちゃめちゃ長いタイブレークで、タイブレークとデュースで、デュースだったので、まあそれでもね、2-0 で取って、このままいけるかと思いきや、まあ、なんとちょっと、石川選手のアクシデントがあって、で、そのまま、3-2-3で逆転をされてしまいましたね。あれはね、確かに、すごく見てても、まあ本当に1セット目、もうものすごく石川選手に、1セット目、2セット目もそうか、石川選手のボールが集まりすぎてたので、まあ見ていてもちょっとこれは、持つのかと、こんなにギアを上げて、持つのかと心配してたところに、やはり、ちょっと足に限界が来てしまった、というのはありましたね。まあね、あの試合本当にパトリーがもうちょっと当たってくれていれば、まあその石川選手に言ってた負担っていうのがもう少し抑えられて、で、最後まで試合が終わるまで戦えることができてたんじゃないかなと思うんですけども、本当にちょっとパトリーの決定率がいまいち良くなかったんで、まあそこでもうね、ポルロが石川に上げるしかないっていう状況になっちゃいましたからね。そう、ああなったら本当にきついですね。ありがとうございます。あ、これタイからかな。ちょっと僕読めないですけども。英語で書いてくれたら読めるけども、ちょっとタイ語は読めないですね。まあでも、ありがとうございます。はい。まあそれでね、1セット、いや、1日目終えてで、まあ2日目は、ね、あ、まあ決勝戦はもうピアテン、もうなんか、なんでしょうね、もう前日のフルセットの戦いを終えた、もうトレントが、まあ、疲れてたのか、かなりもう、元気なくて、まあ、カジースキー元気だったんですけどね。カジースキー以外があんまり元気なくて、カジースキーと滑る通り、もう頑張ってたんですけどね。で、そのままもう、ピアゼンザがもうサーブがイケイケで、サーブだと守備もめちゃめちゃ良かったですね、ピアゼンザ。良くて、それでそのまま行ってしまいましたね。うん。まあ、そんな感じのコッパイタリア。で、その後、僕はベルツェリツィアに行って、まあ、ケント君とも合流して、で、まあ、そうですね。その後、ワルシャワでケント君が、乗り継ぎがあったんで、そこでチラッとライブ配信したんですけども、これ、ブルーさん。すいません。そうなんです。ちょっと僕がちょっとよくわからなかったというか、ちょっと技術的な問題をクリアできなかったので、ちょっと URL を、部屋を新しく作るというのが、まあ、もう一番皆さんをお待たせしない方法だったんで、そうしました。すいません。そうですね。ピアセンター全員ビッグサーブ。そうですね。ピアセンター本当に、まあ、その優勝した後に、首相のデセッターのブリザールにも話したんですけどもね、まあ、本当に、まあ、シーズン始まる前から、もう自分たちはもう本当に全員が強いサーブを打てるから、まあ、その波に乗れば本当にこういうような展開を作れるってことはもうずっと分かったから、まあ、それがやっと、まあ、こういう大きな舞台で、ね、身を結んでよかったっていうのは言ってたんでですね。そうですね。本当にアウトサイドヒッターの2人も、オポジットロマノも、まあ、ブリザールも、そしてミドルの2人もですね、みんな本当サービスエースが取れるビッグサーバーがいたので、とても強かったですね。ただね、でも、そうやってピアゼンタがコッパイタリア優勝したんですけど、その翌週
チステルナに、土曜日、チステルナに、3-0 で負けてたんですよね。まあ、ちょっと、シモンのコンディションがあまり良くなくて、シモンがいなかったっていうのもあるはするんですけど、でも、ね、シモン以外のメンバーはみんないました。いたのにもかかわらず、チステルナに 3-0 で敗れたんで、まだまだやっぱり、ピアテンツァはそこの、まあ、強さというか、そこが少しまだまだちょっと不安定な感じなんでしょうね。でもその、で、また土曜日ですよね。ミラノが、なんとその前、木曜日までか、火、水、木と木曜日までに、コロナが5人出て、で、まあ、実際、スピアチミタノバ行ってみると、まあ、5人抜けてて、さらにまあ石川選手はもう最初から、まあ、ユニフォームは着てるけども、アームスリーブもしてないし、サポーターもしてないってことでもう最初からずっとベンチに座っていて、で実質6人いない状況で、さらにポジション的にも、アウトサイドヒッター、オポジット、セッター、それぞれ2人ずついないので、まあ、特にやっぱりセッターが2人ともいなかったっていうのは、非常に大きかった。まあ大きかったと思うので、まあそれで、ね、それで、なんでしょうね。結果試合では、まあロセル、ミドルのロセルとビテリの2人でまず2セッターやって、で、その2セット目は、ロセルと、今度はリベロのペサレジで2セッターやって、で、最後またロセルとビテリの2セッターで戻ったんですけど、まあやっぱりちょっと、試合にはならないですよね。まあ1セット目はちょっと相手のミスも多くて、まあ点数的には20点乗ったんですけどもね。まあやっぱり、あの試合は、まあ見ていても、まあまあ、ある種楽しめた部分はあったんですけども、そうですね。もう結果は見えちゃいますよね。もうセッターいなくて、で、サーブレシーブパスする人もね、いなかったんで、あれはきつかったと思いますね。アップルパイさん、イタリアって今も PCR 検査してるんですか？まあ、そうですね。おそらく、まあ、そのイタリア全体というか、イタリアのチーム、そのイタリアリーグのルールとして、まだ、陽性、チーム内に陽性者が3、4人以上出たら、一応試合は延期するっていうことになっているので、多分、まあ、そういう疑わしい症状が出た場合は、検査をするようになっているんじゃないでしょうかね。ちょっとその辺の、レギュレーションはいまいち僕は確認、詳しいレギュレーション確認できないんですけど、で、本来だからそうやって4人以上、陽性者が出たらなんですけども、まあ、もうレギュラーシーズンが終わりに近づいていて、で、なかなか代替試合を、まあ、やるっていうところが難しい状況になったというところで、まあ、上の方、上層部。リーグの上層部なのかなが、まあちょっと無理やり、半ば無理やり、まあ強行したような形になったらしいですね。あんまり、その、まあその会議、話し合いの場にも、まあミラノとルーベは出席してなかったっていうような情報もあったんで、だからですね、まあ本当に本来はあれは本当に延期をするべき試合だったと思うんですけども、まあちょっと残念ですよね。またちょっとタイ語でメッセージが来てるんですけど、僕ちょっと Google Translate かけようかな。タイ語はわからないです。文字が読めない。誰か、視聴者の方でタイ語わかる人いますか？タイ語の方、Google トランスレートかけたら、聞こえないけど、ランくん大好き、ランくんは可愛くて、後ろを飛ぶのが好き。後ろを飛ぶ、まあ、パイプ攻撃なのかな。ランくんファンなんですね。ありがとうございます。Thank you. アフルパイさん、ミラノはもう7位にはもうなれないです。そうなんですよね。モンツァがです。7位だったモンツァが、モデナに確か3フルセットで勝っちゃったんで、それでもう、次の試合結果云々に関わらず、ミラノは7位にはいけないので、まあ仮に、まあ今、そのプレイオフ進出っていうところもまだまだ確定できてない中で、まあ仮にプレイオフ上がれたとしても、もう1回戦は確実にペルージャですね。
準々決勝は確実にペルージャと当たることになります。もうそこは確定です。うん。逆に、パドバの方はもうあれですね、最後の試合を終えて、もうリーグ残留を決めたので、この前、まあ、トレントが、そうですね。まあ、トレントに、まあ、3-1 で負けはしたんですけども、まあ、その後に行われた、シエナ対ベローナか。ベローナ対シエナで、まあ、シエナが、まあ、3-0 で負けちゃったんで、で、まあ、その結果、まあ、もうシエナが、パドバを上回ることが次の試合の結果に関わらず、上回る可能性が消滅したのでですね、パドバはもう残留を決定したと。ということで、ね、なんか残留決定のホームユニフォームの 20% オフセールやったんで、まあ、僕の方でもちょっと 20% オフセールで、セールで、あの代行の依頼を受け付けてますので、この機にぜひ、ね、ランクのユニフォーム、パドバのランクユニフォーム、まだ持ってないけど欲しいって方、DM ください。だって、そう、あ、そうですね。ラン君は、まあ、石川選手はもう、まだ次の2年間、またミラノとの契約更新したんで、まあ、あと2シーズンは、まあ、ミラノにいるんですけど、ね、ただラン君はね、まあ、ニュース出てましたけど、モンツァに行くんじゃないかっていうようなニュースが出てましたね。その、レプキーと一緒に、今、ターラントにいるレプキーと一緒に、モンツァに移籍するんじゃないかみたいなニュースが出てたんで、だから、まあ、本当にモンツァにが確定かどうかっていうのはまだやっぱり公式発表というか、クラブもしくは本人からのね、公式の発表がないと確定とは言えないんですけども、少なくともそういう、話が出たってことはもう、パドバには残らないんじゃないかなとは思っているので、そうですね、もうこのパドバの高橋のユニフォームが手に入るのはもう今だけですから、ぜひよろしくっていうことで、ちょっと宣伝をしておきます。そうですね、パドバは残留良かったですね。うん。それは、やっぱり、まあ、そのパドバっていうチームは、リーグ残留っていうのを一番、まあ、目的というか、まあ、最優先に掲げてたチームだったんで、まあ、それが達成できたというところで、まあ、本当チームとしてもすごく安心したんじゃないかなと思いますね。うん。そうそう。そうそう、それで、そうですね。なんか、まあ、もともと大体、パドバは試合日曜日にこの前やって、で、月曜日オフ。で、また火曜日から練習再開っていうスケジュールだったんですけどね。まあ、その残留決定受けて、今週は月か、両方オフだったらしいですね。急遽火曜日もオフになって、残留決定したから。まあ、それでなんかまあ、アン君もね、SNS で開けてましたけど、ベネツィアでなんか、日本料理とか食べてたりしてましたね。そんな感じでしたね。うん。そうですね。アップルパイさんのガペが。そうですね。モーデナがモンツァに負けてしまったのはガペが出れなかったのも大きいですね。そうですね。ヌカペトは、そうですね。なんか昨シーズンの試合中の、なんかいざこざで、で、トラビッツァっていう、まあ、選手、まあ、今は確かギリシャでプレーしてるんですけど、トラビッツァっていう、元パドバで石川と一緒にプレーしてたセッターの選手なんですけど、イタリア人の。その選手となんか揉めてで、その選手の訴えが、まあ、受け入れられて、確か出場停止処分食らってて、モンザ戦出れなかったんですよね、ガペは。だから、まあ、それもあったんですけど、まあ、それ、やっぱりね、モデナはガペの存在がとても大きいので、やっぱりガペがいないっていうところは、まあ、特に守備面で結構きついですよね。きついのかな、守備、まあ、攻撃も含めてそうか。うん。きつかったな、それは確かにあったと思いますね。ヒロロロンさん、ミラノがペルージャに勝つためのキーマンはだ。キーマンか。やっぱり、パトリーじゃないですかね。うん。パトリーだと思いますよ。うん。多分他の選手、パトリー以外の部分は、まだ何でしょうね。安定しているというか、大体パフォーマンスの予測がつきやすいというか、うん、そんなに波のある選手っていうのは少ないとは思うんですけども、まあ、メルガレホくらいか。まあでも、やっぱパトリーがあのチームはやっぱり乗ってくれないと、まあこの前みたいに本当に石川
にね、負担がいて結局持たなかったっていうのもありましたし。羽鳥でしょうね。うん。羽鳥が覚醒、覚変起こせば、全然いけると思います。で、それとあとやっぱり、まあ、ピアセンターが勝ったみたいに、まあ、サーブが、本当にみんなサーブが走らせないと。走らせて、かつ、あれですね。なんだ。かつ、まあ相手、まあ、あのピアテント戦はね、あのペルージャのサーブも全然良くなかったね。特に、レオンなんて本当に大体入ればエース取るような選手ですけど、全然そもそもネット引っかかるサーブミス多かったですしね、レオンは。だから、うん。まあそういう相手の不調をいかに誘えるか、相手のプレッシャーをいかにかけられるか、サーブの場面でっていうのも大きいんじゃないかなと思いますね。でも、やっぱり、一人誰かキーマンを上げるとすると、パトリーかな。だって、コッパイタリアのトレント戦は本当、パトリーがもうちょっとでも、パフォーマンス上げてくれてたら、普通に勝ててましたからね、あれトレント絶対。絶対勝ててましたよ。パトリーがそれこそそのコッパイタリアの2週間前ぐらいの、日本人対決の時、パタパタやった時なんてすごく調子良かったじゃないですか、パトリー。あれぐらいのパフォーマンスを出してくれてたら、コッパイタリアも全然決勝進めたと思うんですよね。パトリーです。うん。そうなんですよね。パトリー何やるんですよね。そうなんですよ。だからね、また、今年の代表シーズンはね、パトリーは、フランス代表でもね、スタメンを勝ち取れるかどうかは分からないですね。それこそ、そのもう一人のオポジットであるボワイエっていう選手が今、まあ、ポーランドでめちゃめちゃ活躍してるんで、また、ね、最近その引退したルジエっていう選手がですね、2016年まで、フランス代表正オポジットでいて、でその後リオゴリンが終わってからパトリーと、ボワイエの2人体制でずっとフランス代表オポジットやってきたんですけども、最初はデビューした当初は、あれですね、まずボワイエがずっと正オポで出てて、でボワイエが正オポで出て、確かネーションズリーグの前身の大会であってワールドリーグとかも1回勝ったと優勝したと思うんですけど、でその後でも一度その、ボワイエと、確かヌガベトがなんかちょっと喧嘩したのかな？喧嘩別れして、一旦ボワイエが、代表から抜けた後にパトリーがまあ、スタメンに定着して、で、そのままボワイエが帰ってきてからもパトリーが定着して今に至るんですよね。今に至るけど。でも、今年またボワイエがそうやって正オポジットをフランス代表は、戻ってくるんじゃないかなとか思ったりもします。まあ確かにそうですね。アップルパイさんも言われてる通り、ボワイエにもまだ波がある。そう、彼も波がありますね。はい。二人とも波がある。うん。だから、まあ、やっぱり、どっちも入れ替わり、立ち替わりやってくるのかな。結局。うん。そうですね。あ、そうですね。ボワイエめっちゃ飛ぶんですよね。身長は2メートルないんですけどね。そう、パッチみたいにめっちゃピョーンって飛んで、ピョーンって打つんですよね。まあ、そんな感じで、パトリーです。本当、ミラノのキーマンというか、ミラノの運命を握っているのはパトリー。間違いなくパトリーです。オポジットは特に、替えがいないですからね、控えが。うん、セッターとオポジット、セッターよりもやっぱオポジットの方が控えが。ちょっと、ローレンスはね、まだまだやっぱり、まあ、経験も少ないですし、まあ、試合出た時も、2枚替えで出た時も、あまりそうやって活躍してる感じもないので、うん、オポジットだけは、うん、どうしても、替えが効かないポジションであると思いますんで、なんとかですね、パトリーに、頑張っていただくというような、頑張っていただくというようなところですよね。まあ、でも、まあ、ペルージャ戦のキーマンと言いましたけど、まだでも安心できないですよ。今週末、
ね、ミラノ・ターラント戦がありまして、だからまあ、ターラントに、ちゃん、まあ、3-1、3-0で勝てば、まあ、もう自力での、プレイオフ進出が決まるわけですけども、まあか、そうですね、もう仮にフルセットになって、で、そうしちゃって、で、チステルナがベルオナに勝っちゃったりしたらね、ポイント並びますからね。並んだらどうなるんだろうな。並んでしまって、そうだ、今でこそもうセット率が、セット率的にはね、チステルナの方が数字いいですね。現状。だから、ポイント仮に並んじゃったらダメなんじゃないのかな。どうなんだろう。あら、もう本当にミラノとしては、ターラントに3-1。あ、勝ち数ですね。勝ち数、ポイント、なるほど。さっき言ったペット数よりも勝ち数が、まずは優先されるわけですね。勝ち数は、でもどうなんだ?勝ち数的には、あ、そうか、勝ち数では上、そうか、フルセットで勝って、フルセットでも勝ち数で上回るから大丈夫なんですね。そうだ。だから、とりあえず勝てばいいのか。ターラントには。勝てばいいと。ただ、そうなんですよね。ターラントは残留かかってますんで、仮に、そのね、シエナが、シエナどこだったかな?シエナの相手は、今週のシエナの相手は、モンツァか。だから、シエナが、モンツァに対して、1ポイントでも取っちゃったら分かんないですからね。分かんないので、まだまだちょっと油断はならないですよね。油断はできない。まあ、あと、やはり、まあ、コロナの復活組とか、あと石川の、足のコンディションとかっていうのも、まだまだちょっと、まあ、大丈夫とは思うんですけども、安心できないというか、そんな状況だと思うので、ちょっとまだまだね、不安は残りますよね。まあ大丈夫だと思うんですけど、そうです、勝ち数のポイントが優先されるのが何だかなと思って、まあ、そうですよね。それはなんかでも確かに思いますね、アップルバイスさん。なんか、バレーボールに勝ち点って必要なのかなっていう。普通にね、勝利数、セット率って計算すればいいのにって本当に僕も思うんですけどね。なんか。そう。普通にそういう計算方法でいいとは思うんですけどね。そうですね。そうなんですね。パドは、勝ち数的にはね、多いのに、やっぱり全然ポイント取れなくって、っていうところもあったんで。そうですよね。僕も思いますね。バレーボールは、なんかその、なんでしょうね。多分サッカーとかみたいに、同点じゃないや。引き分けがあるスポーツは、なんかそうやって勝ち点ってつけるのはいいのかなとは思ったりはするんですけど、ね、バレーボールに引き分けは絶対ないので、そこでなんか、ね、ポイントをつけるのはどうかなと思います。ただなんか、なんでしょうね。例えばチャンピオンズリーグの、今やってるちょっとチャンピオンズリーグっていうのは、まあ、
まあ、ホーム&アウェイで戦って、で、それで、まあ、こういう勝ち点が多い方、合計の2試合での勝ち点が多い方が、まあ、次のステージに上がれると勝ち抜けるんですけどね。まあ、そういうのだと、まあ、その3-0と3-1を同じ、ように考えても、まあ、いいのかなとは思ったりもするんですけど、まあ、でも、基本的にはね、勝ち点いらないですよね、バレーボールに。そう思います。な感じかな。なんか、はい。まあ、僕が、ペラ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 喋りたいことを、まあ、ある程度なんか、わーっと喋っているので、まあ、随時、質問に答える形式でどんどん進めていこうかなと思うんですけども。どうでしょうか。おっさん。ラン君がモンツァに行くことになったら、レギュラー争いが熾烈になりますか？レシーブ力は心配ないですけど。そうですね、もし、行った場合、まあ、モンツァは今、今のレギュラーは、カナダ人のマート、ベラルーシのダビスキバっていう選手がいるんですけど、まあ、ダビスキバは確かもうモデナに行くことが確定してる。なんかもうその関係者の発言からも確定してるっぽいので、ダビスキバはいないんですけど、多分、おそらくマーは残留するのかな？マーは残留するんじゃないかと思うので、そのマーと、まあ、ラン君とレプキー、タラントから行くであろうと言われてるレプキーの、まあ、その3人でレギュラー争いになるんじゃないかと思っているんですけど、まあ確かに、まあレプキーもマーも、まあパスファイク、オフェンスに関してはとてもやっぱり強いですけども、パスで考えるとですね、まあ、まあ多分その3人の中ではラン君が圧倒的に、強いと、部があると思うので、まあ、結局なんだかんだで、レギュラーは取れるんじゃないかなとは思うんですけどね、個人的には、総合的に見て。そう。うん、特に、まあ、今のそのモンツァも、どちらかというと、ダビスキバーが、2番に入ってるんですよ。2番、確か2番に入ってて、まあ、パス、どちらかというと、パスヒッター、パスの中心でやってるアウトサイドヒッターなので、まあ、そこにはそのままラン君が入ってくるんじゃないかなと思う。ダビスキバーのポジションとして。うん、だから、まあ、大丈夫でしょうね、レギュラーは。もう仮にモンツァにそのまま今の報道通りに行っても、うん。そうですね、まあ、杉谷さん、マーとランの体格。確かに、マーは本当に今シーズンすごく活躍してるんで、まあ本当にマーはマーラン体格かな。で、まあマーが崩れたらまあどっちが崩れたらレプキーに変わるみたいな感じですけどね。まあ、でもレプキーもね、昨シーズンは ラン君と2人で一緒にまあ、パドバでプレイしてたんで、なんかそういうのもまた再会、ね、する、まあ、本当にこのままモンツァに2人とも行ったら再会するわけなんで、そういうのもなんか熱いというか面白いですよね。いい展開ですよね。ヒロロンさん。全日本若手有望選手、フランスでの試合、ツイッターで見ました。ああ、そうですか。ツイッターでなんか、試合動画見れるんですか？ちょっと僕はそれは、見てなかった。ポリパイさん、ラン君はイタリアに残る意思はありそうですか？ん？というとどういうことですか？イタリアに残る意思。イタリアに残る、来シーズンもイタリアに残る意思ってことですか？ああ。多分まあ、前に話した時も全然まだ日本に帰るつもりはないって言ってたんで、まあ結局、日本以外のところでバレーボールをするのであれば、まあ、事情的にはイタリアかポーランドかっていうか、その辺になりますよね。うん。でも、まあだから、イタリアに強いこだわりはないのかもしれないですね。まあまだまだやっぱ石川くんみたいにイタリア語はペラペラなわけ。ではないですし、まあ、正直その、まあ、イタリアリーグもポーランドリーグもそんなにレベルの差はないので、多分まあオファーを多分自分がもらったオファーを比べて、まあ、最善の選択を取って、まあ、今回が、まあ、もしその程取りだったら、まあ、そのモンツァがいろいろ考えて一番良かった結果だったんじゃないかなと思います。でもまあ全然まだ、まあもう次終わったら、パリ五輪後になるんですけど、パリ五輪後は、
またどこのチームに行くかはまだわからないですよね。それこそまあイタリアに残るのか、まあ、ポーランドに行くのかとかはまだちょっとわからないですけど。ラン君、モンツでほぼ決まりですか？いや、わかんないですよ。この時期の報道はまだわかんないですよ。わかんないですけど、まあまあでも可能性は高いんじゃないですかね。他に、出てこないし、話が出てこないし、出てこない。まあ少なくとも、もう、少なくとも、ね、パドバは行かないのかな。パドバ行かないけど、パドバ残留はないんじゃないかなとは、思ったりしますね。まあ、モンツァに行くんじゃないかな。モンツァね、モンツァちょっとあのユニフォームがちょっとダサいんで、なんか、そこは心配じゃないけど、来シーズンのユニフォームもうちょっとなんかかっこいいデザインしてほしいななんて思いますね、もしランクが行く場合はね。カジスケミラーですね。カジスケはそうですね。でもカジスケ本当にミラーに行くのかな。なんか、まだまだ、ちょっと、まだまだ、なんでしょうね。カジースキーがモンツァに行くのは、カジースキーはモンツァに行かない。カジースキーが、ミラノに行くのは、ちょっとまだ、信じられないですね。まだ本当に、これもまたなんか、ちゃんとなんか、そういうのが出てこないと、ちょっと僕はまだちょっと信じられないですね。カジースキーはね、やっぱりトレントで終えるんじゃないかなとは思ってましたし、僕個人としてはなんかトレントに骨をうずめてほしいななんて勝手に思ってはいるので、まあね、石川くんと体格を組むっていうのもまあ夢がある話ですけども。話ですけども、どうでしょう。まあ、その辺はわかんないですね。イギラさん、ほぼ決まりのような感じの話で、ほぼ、まあ、でも他に報道出ないから、どうなんだろうな。モンツァ。まあ、行くんじゃないかな。行くんじゃないかなっていう感じですね。個人的には。可能性は、どうなんだろうな。行くんじゃないかなって感じですね。行くんじゃないかな。いや、僕はポーランドに来てほしいっていう、まあ、まだちょっと希望というか、願望は捨ててはないですけど、多分、ポーランドのクラブからも話が、はい、あるとは思うので、あれだけね、活躍すると。ただね、で、まあ、モンツァってもう本当にでもリアルっちゃリアルなんですよね。なんか、なんでしょうね。やっぱりまだビッグ4とかは、やっぱり空きがないとは思うので、まあそこはないでしょうし、まあ、かといってそのパドバに残留するのっていう、するのもまああり、まあ試合出れる、パドバだと確実に試合出れると思うんで、ありっちゃありだと思うんですけど、まあなんか、モンツァってね、なんかいい、なんでしょうね。なんだろう。の、いい感じっすよね。その、クラブとして。まあ、パドバよりは確実にチーム力が上がりますし。それで、ね、まあ次のその、モンツァ、ちょうどダビスキバが出ていくから、そこのところにまあフィットするので、まあなんか、リアル、想像できますよね。想像できるからな。まあ、あとも他に報道も出ないので、まあ、この時期はもう次のシーズンのレギュラーも固めてるでしょうから、結構可能性は高いなとは思ってますね。そう、モンツァユニ、そう、モンツァユニがね、ちょっとかっこよくしてほしいなと思います。セリアさん、大丈夫です。イケメン何着てもイケメンですが、まあそうっすね。確かに、イケメン何着てもイケメンですよ。ね、この前のあの日本人対決の時もちょっと髪の毛切りすぎたなと思ってたんですけど、まあそれでもかっこよかったですからね。それでもあれだけかっこいいから、まあ別に服、ちょっとダサいユニフォーム着てもかっこいいですよね、結局。
ヒロナさん、ボットロとザイツフもミラノに接れてます。あ、なんか、そういうのありましたね。なんか、ボットロも、確か 5年契約だったけども、レンタルで、ミラノに行くんじゃないかとか。うん。で、ザイツフも、オポジット。もう、パトリーが出ていくのが確定みたいなんで、ほぼ確定みたいなんで、そこの後に誰が来るのかというところで、ザイツフが来るんじゃないかみたいなことも出てますね。じゃあ、ボットロ、石川もいいですよね。まあ、この前、ボットロにも、ボットロと話した時にやっぱり師匠、マスターって言ってたんで、勇気は僕のマスターって言ってたんで、まあ、その指定体格になるっていうのも、ね、いいな、夢があるなと思うんですけど、それも確かに、それもそれでいいな。うん。で、そして、そうですね、もし仮にラン君も、モンツァに行ったら、ね、みんな近いし、楽しいじゃないですか。知らんけど。失礼ながらパジャマみたい。あ、あれですか。モンツァのユニフォームパジャマみたい。いや、あ、僕の服がパジャマみたい。いや、すいません。どうしたらしばらくポーランドですか。僕はそうですね。とりあえず、しばらくまだポーランドにいるんし、まあそのしばらくがどのぐらいのしばらくかはあれですけど、まあ、ポーランドにいるのかな、とは思います。うん、まあでも、オリンピック予選では日本に帰ってくる予定なんで、まあそれまでかな。それまではとりあえずいて、まあその来シーズンどうなるかっていうのは、わからないですけど、まあでも来シーズンね、三原くんもいなそう。もうポーランドの人いなそうなんで、まあまあまあ、まあいいですけどね。まあ別に日本人選手がいなくても僕はバレーボール好きなんで、まあ別にそこは日本人選手いなくてもガンガン試合を見に行くんですけど、まあでもいるのかな、ポーランドに。うん。やっぱ住むのは、住むのは本当にめちゃめちゃいいですからね、ポーランド、本当に、僕は、イタリアよりもやっぱりポーランド、住むとしたらポーランドを僕は激推しするというか、おすすめする。まあ確かに天気はね、イタリアの方がいいかな、やっぱりポーランドちょっと曇りがちが多いんですけども、でもまあ飯、ご飯は、僕は本当絶対、ポーランドがいいと思いますよ。まあ、イタリアも美味しいですけど、やっぱり、イタリアのご飯は多分あんまり続かないのかな？続かない？なんか、多分飽きるんですよね。小麦多いし、ピザ、パスタ多いし、重いので。まあ、それに比べてポーランドのご飯は結構飽きないですね。だしというか、すごく味も、なんでしょうね。多分日本人好みだと思いますし、まあ、ちょうどそうですね。相方のケント君も、まあ、バルシャーにちょっと寄ってくれたときにご飯行ったんですけどね、もう絶賛してたんで、ポーランド飯、絶賛してたので、うん、そこもいいですしね、まあ、あと治安もいいし、まあ、物価もまだ、まあ、どんどん、物価高になってるとはいえ、まだまだまあ安いし、住みやすいですね。うん。だから、まあ、ポーランドにいるのかな、まあ、ビザ的にもね、ポーランドが滞在できるから、ポーランドにいるのかな、と思います。石川選手はビッグ4からもオファー来てたのかな。あー、どうなんでしょうね。でもなんかありそうですよね。もうあそこのレベルまで行ったら、だって、うん、ありそうですけどね。トレントあたりとかなんか来てんじゃないかなとは思うんですけどね。ちょっとそこはわからないですね。でもそれよりも前にも囲んでたんじゃないですかね。もうミラノが、ガッと。ヒロナさん、石川選手個人的にはモデナに行ってほしかった。そうですね。確かに、モデナに帰ってくるというか、それは確かに夢ありますもんね。ね、で、ヌガペトが、ね、多分トルコのハルクバンクに行くような感じなんで、うん。今、リナルディとね、リナルディ石川体格、ヌカベトのところにちょうど石川来るとすごくバランスいいでしょうし、それは確かに良かったかもしれないですけど、でももうモンツァは、モデナはまあ、あと2年間はないということで、そうなってくるともうね、その後仮にモデナに行ったとしてももうブルーノはいないのかな、その時には。
どうでしょうね。そう、2年終わった、ミラノ終わった後にまたどこに行くのかっていうのも、ね、でもそのぐらいだともう、年的にも30ぐらいになるんですかね、石川君。30ぐらいになるから。まあ、日本帰るのかな、もうミラノの後とか。どうなんでしょうね。あ、でも V リーグでプレイする資格は想像できないな。想像できないから、ちょっとそれはない、ないのかないのかな。ないんでしょうかね。ちょっとなさそうですね。パトリナとミラノに西田行きましょう。西田は、西田行かないでしょ。嫁さんいるから、いるから。西田は、まあね、行ってほしいですけどね。そうなったら面白いですけど。行かないでしょうね。うん。いや、行ってほしいですよ、個人的にも。行ってほしいですけど。でも、やっぱり西田くん、まあ今もね、確か、この前、まあ、グレートベアーズと、東京で試合してましたけど、まあ、いい中、あれは怪我でした。怪我できなかったですか？ちょっと、詳しく僕は知らないんですけど。やっぱりそうやって結構ね、離脱が多いというか、のがやっぱ心配ですよね。西田くんはね。はいっすね、うん、モンツァのパジャマっぽいか。確かにモンツァのパジャマっぽい。うん。誰か、ちょっと、モンツァにいいデザイナーを送り込んでください。フランクにはモンツァ来てほしくないか。そうですよね。モンツァは、ちょっと、なんかね、色が蛍光色、めっちゃ蛍光色だし、なんかちょっと奇抜だし、派手なんですよね。なんか、あれはないわ。ないなと思う。テリアさん、日本でプレーする西川選手は全く想像、一応時期は全く想像できません。そうですよね。うん。僕も想像できないですね。プルパイさん、1シーズンでもいいからブルーノと同じ石川のチームになってほしい。ほしい。いや、そうですよね。それは確かに夢があるんですよね。ロマンがあるんですよね。石川とブルーノがもう一度同じチームで。まあ、しかも今度はちゃんとスタメン、同士でプレイするのは非常に夢があるんで、僕もそれは実現したら楽しいだろうなとは思うんですけど、ブルーノももう7年後36歳かな ?36 歳。なので、だからね、難しいっすよね、そこはね。まあでも実現できないことはないでしょうけど、まあ2年後のねミラノの契約を満了した後に果たしてどういう、まあそれぞれどうなっているのかというところですよね。うん、いやいや、ブラジルもそうですね。ブラジルも世代交代してますし、ね、そうですね。特にまあ、やっとそのカショパが、あのモンツァにいたカショパっていうブラジルのセッター、ちょっともじゃもじゃのセッターがいるんですけどね。彼がようやく、まあ、怪我から、確か練習試合で怪我しちゃったかな。シーズン開始前の練習試合で怪我して、そこから、ずっと出てなかったんですけど、最近出始めて。で、この前の、あれだ。なんだっけ。そう、モディナに勝った試合でもね、確かカショパがトス上げてたかなとは思うんですけど、確か。うんうん、だからね、どんどんブルーノも、代表でも、そうだね、この去年の世界選手権も、もうセカンドセッターみたいな役割をしてたんで、まあ、どんどんやっていく、そうやって世代交代していくんでしょうね。うん、プロさん、ユニフォーム良いのはルーベとモデナ、ペルージャはあんまり、トレントはなんとなく地味。ああ、そうですね。ルーベも、うん、確かに、僕もペルージャのユニフォームあんまり好きじゃないというか、僕、ペルージャのユニフォームはあれですね、なんかあの、メインスポンサーのロゴがあんまり好きじゃないから、その、シルセーフティーっていうのが確かメイン、ペルージャのメインスポンサーなんで、それの、ね、ロゴがなんか胸にドーンとあるのが、なんかちょっと好きじゃないですよね。
だからね、ペルージャン、まあ、特に僕ペルージャンのプロトニツキーとか好きな選手なんで、ペルージャンユニフォーム欲しいなと思うけど、やっぱりちょっとデザインが良くないと買う気になれないですよね。ユニフォーム。その点、やっぱ今シーズンのパドバのユニフォーム、僕めちゃめちゃ好きなんですよ、あのデザインが。デザイン好きだからな。今シーズン個人的には、モデナもいいですね、今シーズンの。モデナのユニフォームもいいし、デザイン。あと、トレントは昨シーズンの良かったですね。なんか、トレントは、ちょっと今シーズンのトレントは微妙ですね。いつもは結構なんかシンプルに、白でシンプルでかっこよかったですけど、ちょっと今シーズンのトレントは微妙。個人的には、なんとなく地味だしな、なんか、なんかいつものスマートさがちょっとない感じがします。はい。ね。あと、ピアツェンターのユニフォームもちょっとなんか、あんまり好きじゃなかったんですけど、でも、まあ、ブリザールがコッパイタリアかっこよすぎたんで、僕は買っちゃいましたね。はい。買っちゃいましたね。ミラノユニ。ミラノユニはね、いつね。まあ、あと、ミラノユニは、アウェーのが好きなんですけどね。アウェイユニフォームね、販売してくれないんですよね。なんでだ、あそこは。なんでなんだろうか。今シーズンのパドバに西田くんがいたらと何だ思ったことか。ペトコビッチもいい選手じゃないですか。ダメかな。パトリーよりはなんか、ペトコの方が僕は頼り合いはあるような感じはしてるんですけどね。ちょっとパトリーには申し訳ないですけど。ヒロロロンさん。ブラジルのウォレスの後はアルランとダル。あ、そうですね。オポジットもアランとダルラン兄弟。特にやっぱアランはやっぱいい選手ですからね。まあ、この世界選手権はちょっと怪我で出れなかったんで、急遽ウォレスが出てましたけど。まあ、ちなみにアランは来シーズンポーランドに来るらしいですね。ポーランドリーグのオルシュティンっていうチームに来るらしいんで、はい、ポーランドに来ればアランは見れます。ダルランはまだブラジルかな。なあ、アランのフォーム、あ、アランのフォームですね。確かかっこいいですね。アラン、そうですね。でももう本当にいよいよ3月に経っちゃったんで、もうあとクラブシーズンは長くても2ヶ月、その後はもうすぐに代表シーズンですか。早いなあ、早いっすね。おかげさまで、まあ、今シーズンは、本当に、それまでのシーズンで、見た試合数以上に、めちゃめちゃ、本当に、クラブチームの試合見れて、で、選手にも話聞けて、最高でした。まあ、まだ終わってないですけど、まだ終わってないですけどね。そうですね。休みはないです。特にね、ヨーロッパチャンピオンズリーグのファイナルとか進んだら、もう5月の半ば下旬ぐらいまでやるのでね。まあでもそういう選手たちはもう普通にもう、なんでしょうね、ネーションズリーグの大周とかはスキップするでしょうけど、もちろん。今シーズンは日本はブラジルに勝とう。ブラジルに勝ちたいですね。ブラジル、フランスとかにね、勝ちたいですよね。これでコクールさん、ペトコビッチもよいときはすごく決めてくれるんですが、ブロックに捕まり出すと連発で止められるんで、まあそうですね。ペトコビッチも確かに波がある選手でありますね。まあ、そういう意味では、西田は昨シーズンのビボバレンティアではね、かなり数字良かったですよね。まあでも怪我したって離脱時期がなかったのそうですけど。そうなんで、あんなにいい成績を残してたのになんで、日本に帰っちゃったのか、まあ結婚とかあったでしょうけど、残念ですよ。もうちょっといてくれればよかったのに、もうちょっといてくれればよかったのになと本当に思います。ペトコはストレートをがっつり決められるようになれば、もっと安心感あるのに。そうですね、確かにペトコビッチはラインショットがあんまり
うまくないかな。クロス多いですよね。うんうん。正直ブラジルの開催国になってくれてほっとしています。ああ、確かにそうですね。ブラジルが開催国になった、なったので、それで、ブラジルと戦うことはもうなくなった、なくなりましたからね、オリンピック予選で。まあでも、今回は、僕はまあ、結構いけんじゃないかなとか、本当オリンピック予選で、予選で2以上っていうのは、本当に現実的に、なんじゃないかなと本当に思いますね。あとどこかな、ポーランド。もっとあとイタリアが一番上の、まあ、その33333ってのあのチームで抽選すると思うんですけど。イタリアとか来てくれるとね、なんかね、ちょっと安心、安心なのもアメリカ、上が確かアメリカ、イタリア、ポーランドでまず振り分けられるから。やっぱ相性がいいイタリアが来てくれるといいなと思いますね。でも、まあ、なんとかやってくれるんじゃないかな。どうなんだろうな。とは思います。どうでしょうね。みんなどこに行きたいんだろうな。どこ来てほしいですかね。フローカードでも いいから決めてほしいときに、ちょっとありますね。そうですね。うん。確かに。リバウンドとかあんまりやんない感じですよね。でさ、イタリア、アルゼンチン、またはイラン、オランダ、キューバがいいか、オアキューバがいいかな。そうですね。下のグループはアルゼンチンがいいかな。イランよりもまだアルゼンチンの方が相性は良さそうですね。で、その後、オランダ、キューバ。そこ、オランダ、キューバ、スロベニアでしたっけ？ん？スロベニアでしたっけ？あ、じゃあ違うか。オランダ、キューバ、セルビアか。オランダ、キューバ、セルビアだと、まずで、ここは、どこでもいいのかな。難しい。その下もでもまたトルコ、カナダ、ウクライナもね、何かきっかけつかんだら爆発しそうですからね、怖いですよね、ここの3つもね。いやいやいや。でもまあまあなんとか勝てそう。勝てそうですよね。どこが来てもなんとかなりそうな。予感はしてます。本当に。と、やっぱりまあ一、どうだろう。ですよね。なんとかなりそう。で、なんとかなると思いますよ。うん。甘いというか、多分、現実的に見てなんとかなりそう。うん。これ、去年の、昨シーズンの代表シーズンの成績とか見て考えると全然、なんとかなりますよね。それこそ本当にやっぱ怪我人とかが出ない限りは、いけるんじゃないかな。いけますよね。いけると思います。うん。今日日本が負けたの、日本負けたのはブラジル、フランス、アメリカだけ？今日？あ、去年。あ、去年どうでしたっけ？去年の VNL の成績どうだったっけ？覚えてないわ。
ビエネルね、5位、5位でしたよね、ビエネル。5位で、どうでしたっけ？ここに。そうか、そうか。ブラジル、フランス、アメリカですよね。ああ、そうそうそう。皆さんがよく覚えてらっしゃる。そうそうそう。そうなんですよね。だからもうブラジル、フランスはね、もうやらないから。だからアメリカを、さえ来なければ。そうか、でもポーランドと やってないか。去年は確かポーランドと試合してないんですよね。確か公式戦。VNL も、確か VNL ポーランドとの試合、なかったですよね。僕の記憶が正しければ。僕のこのちょっと曖昧な記憶が正しければ、確かポーランドと試合しなかったからそうなったかな。ですよね。ですよね。そう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 。そう、だからまあまあ、イタリアカモンっていう感じで、イタリアが来てくれて、で、あとはもう他どのチームが来てもいいんじゃないですか。うんうん、セルビアも今正直あんまり良くないんですよね。セルビアは世代、それこそセルビアの世代交代がちょっとうまくいってないんで、うまくいってないし、なんかちょっと雰囲気も良くないから、あんまりセルビアもそんなに脅威にはならないんじゃないかなと、まあちょっと思ってはいるので。その辺ですよね。まあでも確かにそういう風に、しかもでも本当に絶望的な OQT を、2016年のリオ五輪の OQT。あれから考えるともう、別チームですよね。本当に。全然違う。まああれはひどかったですもん。本当に。あの2016 OQT は。まあそもそも、まあ言っちゃうんですけど、僕はまあ現地で、その時はボランティアスタッフで僕は東京大会館にいましたけど、まあ正直本当もう最初から無理だろって思ってたん、うん、残念ながら無理だろって思ってたら、本当に無理だったんで、うん。まあ、特にちょっとあれですけど、あの時はちょっと福田さんが良くなかったな。ね、2015年は福田さんいなかったのに、急に入ってきて、それで、まあ、あまり仕事ができずに、あの時は終わってしまって。で、結構、確か石川くんも、ボロボロだったんですよね、確かね、あの時は。ボロボロだったから、あれは、ほんと辛かったですね、見てて。まあ、その代わり、あの2016年の東京体育館で行われた OQT のフランス対ポーランドの試合は、もうめちゃめちゃ楽しかったですね。現地で見てて。あれは、2-0 でフランスがリードしてからの、ポーランドが逆転勝ちしたんで、あれは、めちゃめちゃ見てて楽しかったです。うん、まあ、そういうのはいいか。そういうのはいいですけど、そうですね。あ、スリさん見ました？フランス対ポーランド見てました？あれは熱かったですよね。特に僕はその、ヨーロッパ予選見てたんですよ。その、最終予選、東京大会館で行われる最終予選の前に行われたヨーロッパ予選見てて、その時は準決勝でフランスに負けちゃったんですよね、ポーランド代表は。まあだからなんかそれのリベンジをここで東京でやってたっていうのを、やったんだっていうのをもう見れて、まあ、その意味でもやっぱ熱かったですし。うん、あの時はね、まあクレクがオポジットで最初スタートで出てたんですけど、まあ、交代してコナルスキーっていう選手に変わってからもうコナルスキーがめちゃめちゃ仕事して、見事に逆転勝利をしたっていう試合でですね。そう。そう、あの時のね、ポーランド代表の監督はフランス人のアンティカ監督で、で、アシスタントコーチに、今の日本の代表の監督のブランさんがいたんですよ。うん。いたんですよね、ブランさんが。それがまあ、今、もう日本代表の監督になってるのは、まあ、あの時は全然、もう、微塵も思ってなかったですけど。微塵も思ってなかったですけどね。すごいな。
いや、でも本当に、うん、なんとかなるでしょっていう、なんか、その、別に、冷静に考えてなんとかなるでしょって思える日本代表は本当に誇らしいですね。うん。その時の日本代表と今の代表は何が変わったと思いますか？何が変わった？まあ、いろいろあるとは思うんですよね。いろいろあるとは思うんですけど。何が変わった？まあもちろん人が変わったっていうのはまあ一番大きい部分ではあると思うんですけど、まあでもやっぱり、なんでしょうね、うん。やりたいことが明確というか、まあ緻密なバレーができているというか、なんだろう。そういうところかな。なんて言ったらいいんですかね、ちょっと。一言で言うのは難しいですけど、僕個人的にはなんかやっとそのまあ世界標準というか、まあ頼れるメンバーが増えたら、本当に人が選手が増えたのはもちろん大きいんですけど、チームとしてまあやはりもう世界標準のことをやった上でプラスさらにちゃんとその日本の良さというか、緻密さというか、そういうのをちゃんと武器にできているっていうところかな。まじで守備の面の守備力の高さだったり、サーブで攻めれたりとか。なんか、ある種本当それまでは本当に、なんでしょうね。それまでの日本代表はなんかスター選手、まあ、石川とか、まあ2015年すごくね、まず一旦フィーバーした年だったと思うんですけど、本当あの時は本当に石川選手とかの、あとあの柳役もすごかったですけど、まあ、個人技にとりあえずなんか頼ったような感じがしたんですよね。スター選手に、まあ、頑張ってもらおうみたいな感じがしたんですけど、まあ、もちろん今の選手たちは個人技は素晴らしい。今の選手はもちろん個人技素晴らしいですけど、でもそれ以上になんか組織としてちゃんと戦えてるような、気がしています、ちゃんとなんかやりたいこともなんか何でしょうね、コンセプトがちゃんとしっかりしているというか、明確というか、そういうところかな、そういうところが全然違うかな。博打じゃないですよね、博打。ある種なんかそのそれまでの戦い方なんか本当にスター選手に心中するような博打のような感じだったですけど、ちゃんと、博打じゃないし、まあ、石川選手が出ていなくても、誰が出てもある程度、その、なんでしょうね、勝てるというか、石川選手で出てなくても、ね、世界選手権の最初ら辺なんて、最初ら辺だったかな。ね、大塚高橋で対局出ても全然いけましたし、ね、全然そんなにチーム力が落ちなかったですし、多分、オポジット今、三原君が出ても、そんなに、そこまで大きな差がない、じゃないかなと思ってますね。本当にチームとしてとても、まあ選手が揃ったことももちろんある上で、プラスチームとしてすごく戦えてるような気がしています。はい。ブランカーさんが来たところですね。石川が世界一の選手になると覚悟したところから丸山君は、確かに石川のまあリーダーシップというか、まあ、彼の存在というのはもちろんすごくから大きいでしょう。大きいと思います。そう、本当、個の強さとちゃんとその組織としての強さっていうのがうまく相乗効果を生み出しているような気がします。それが違いなのかな。と思いますね、個人的には。そんな感じですかね。なんか伝わりましたか？いやでも本当楽しいですよね、今の代表のバレーは見てて。そんな、しかも誰が出てもね、誰が出てもいいんですよ、楽しいんですよね。そういうのはやっぱりなかったんじゃないかな、これまで。やっぱり、そこはやっぱワクワクする、こんなにワクワクするのはね、なかったんで、
素晴らしいですよ、本当に。まあ、ブランさんをはじめ、ブランさんの多分、まあ、石川選手の、石川選手が切り開いた、まあ、ファイオニアとして、まあ、あと、ね、皆さんの、まあ、みんなの模範になる、模範選手として存在しているのもすごいですし、ブランさんもすごいですし、まあ、そのブランさんを立てて、黒子に徹した、ガイチさんの功績も、まあ、大きいと思います。うん、いやいや、本当に10年前、だいたい10年前ぐらいが僕が本当に、日本代表を見放していた時だったんですけどね。日本代表を見放してずっとポーランドが見てたりしてた時期だったんで。ね、その時にはまさかこういうのになるとは本当に思ってなかったですね。もう何度も言いますけどね。ここまでワクワクするチームになるとは思っていなかったですよ。まあ、本当に。そんな感じですかね。うん。ということで、今週、そっか。どうでしょうかね。他になんか、何か質問などありますか？そうですね。ああ、今年の代表もそうですね。楽しみですね。まあでもまだちょっと僕は代表もあるけど、クラブシーズンも楽しみたい。クラブシーズンも最後まで楽しみたいなと思ってますね。まあこれからプレイオフが、リーグ戦が終わって、この取材の予定、あ、そうですね。取材の予定なんですけども。まあ、今週末はポーランドリーグの試合を、行きます。土曜日は、まあ、ちょうど僕、地元というか、バルシャワでやってる試合を見まして。で、まあ、日曜日は、グダンスクっていう北の町まで行って、で、そこで、まあ、グダンスク対ニサの試合を見て、そう。ニサがね、ちょっと今、結構崖っぷちなんですよね。今、まあ、8位で残り3試合なんですけども、まあ、ほんとギリギリで残り3試合全部格上相手なんで、8位、まあ、イタリアと同じように8位以上がプレイオフに行けるんですけど、なかなかちょっと厳しい状況になってるんですね、なんとか。先週末の試合が、格下に負けちゃったんですよ。3-0 で負けちゃって。しかもめちゃくちゃボロボロに多分負けちゃって、まあいつも通りサーブレシーブボロクソやられた、崩れてしまって負けちゃったんですけど、だからね、なんとかねプレーオフにはね進んでほしいので、ちょっと崖っぷちなんですけども、何度か勝ってほしいなというところで、まあ行きまして、まあで来週も今度はまあそのニサのホームゲームに行きまして、で再来週は、その、まあ、ニサがワルシャワで試合するんで、まあ、だから、まあ、あと残りの今月は、一応週末全部、まあ、ポーランドの指定の試合を取材しようかなとは思っているんですけど、まあ、あとそのイタリアがまだそのプレイオフの予定が出てないので、まあ、ざっくりとした予定が出てますけど、結局日程確定してないので、まだちょっとそこの予定が立てられないというところももちろんあるので、まあ、ただ、そうですね。まあでもその合間を縫って、それこそまあプレイオフに入ってくると、また平日にも試合をやるようになるので、イタリアでも。だから、今月の下旬の平日のどこかで何かその、うまく、たと2試合ぐらい見れるようなところがあれば、見に行きたい、取材に行きたいな、なんと思ってますね。まあ特にその、まだ、まあ、ミラノ対、まあ、ミラノがプレーオフ上がったら、ペルジャとの試合になるんで、で、ペルジャのホームゲームまだ行ったことないので、ペルジャのパラバートンに、行きたいなと、個人的には思っております。はい。で、まあ、パドバもこのまま、まあ、パドバもその、プレーオフというか、9位と10位、10位、11位で争われる5位決定戦予選みたいなものがあるんで、だからまあ、それとうまく組み合わせていけたらいいかなと思います。まあ、特に今の順位のまま、終わると、まあ、9位がチステルナ、パドバ、ターラントってなるので、まあ、そうなると、チステルナがちょうど、まあ、ローマ近いから、チステルナとペルージャを一緒に、行ったりとかできると、まあ、
移動も少なくて済むかななんて思ってますね。そのあたりがうまく近い日程でやってくれたらいいかなとは思います。うん。ですね。まあ、ペルージャが圧倒するシーズンになるかと思いましたが、ピアチェンツァが爆発しそうな。そうですね、プレイオフ。ただやっぱりその、ピアチェンツァは、コッパイタリアはやっぱり一発勝負だったから良かったんですよ。一発勝負だったから勝てたんですけど、特に、イタリアのプレイオフは、3勝しなきゃいけないんですよね。だからこの3つ勝つ、ペルージャに3つ勝つっていうのはかなり厳しいと思うので、まあ結局なんだかんだ、このリーグ優勝っていうところはペルージャが取っていくんじゃないかなと思います。本当にピアチェンツァは、一発勝負だったから部があったと思うんですけど、やっぱり全体的な安定感というか、っていうのを見るとまだまだやっぱりペルージャは素晴らしいんで、リーグ戦は難しいかな。ただ、ですね、でも、チャンピオンズリーグのファイナルはまた多分一発勝負になると思うんで、まあそこでペルージャとどこが当たるかっていうのは面白いですよね。まあ個人的にちょっとリーグ戦はもうなかなかペルージャになるかな、と思います。はい。日本人対決になったらいきますか？ご意見ですね。あ、そうですね。ご意見ってですね、仮に、そう、その、パドバが9位、10位、11位の中の、5位決定戦予選に勝ち残って、で、ミラノが残念ながら、まあ、その、ペルージャに負けて、小池哲さん回ったら、また、日本人対決やるので、そうなったら、どうしようかな。さすがに、まあ、本当に、レギュラーシーズンの日本人対決、どっちも行かなかったんで、そうなったら行くのはありですね。ありかもしれないですね。ちょっと、まあ、日程とかも鑑みて、まあ、わかんないですけど、ちょっとその時になったら考えます。でも結構、それはありかな、とは思っています。うん。行くかな？うん。結構高確率でそうなった場合は行くかもしれないですね。ちょっとどうでしょう。セリアさんも来ますか？イエローさん。ラン君、レセプションランキング2位だったんですけど、あれは何なのでしょう？何なのでしょう？あ、そう、僕もちょっと、計算方法がよくわかんないですけど、でもまあ、うん。すごいということだと思います。レセプション。で普通に、アウトサイドヒッターのランキングでも今確か僕が前確認した時は5位だったんで、でも本当にラン君はすごいです。とてもすごいと思います。とてもすごいです。本当に今シーズンの数字だけで言うと本当に石川選手よりも活躍してるし、結果も個人の成績としては多分すごく残しているのかなとは思うので、その最初の期待値から考えても多分ものすごく結果残してる選手だと思うんで、はい。すごいです、彼は。はい。僕も正直ここまで活躍するとは本当に思ってなかったです。まあ、守備面での貢献っていうのはもちろん、まあ、予測できたんですけどね。オフェンスに関しても、確か今、通算のアタック決定率も確か5割超えてたと思うんで、そこは、イタリアで、そのパスもできて、で、アタック決定率も 50% 超えてたら、それはもう、引く手あまたですよ。うん。もう言うことないですよね。あとはもう本当それこそイタリア語をもうちょっと多分流暢に話せるようになるともっとコンビネーション取れると思うんで、そうなってくるともっとね、他の選手とのコンビネーションというか、コネクションの上でも、コネクションがまた改善していくともっと多分仕事ができる。いろんな、ところができると思うんで、もうあとはそれくらいなんじゃないかな。サーブもすごいですしね、サーブもすごいし。ブロックもね、どんどん良くなってきているんで。後半に進むにつれて、ブロックポイント自体もね、増えてますしね、ブロック。まあ、ちょっとこの前のトレント戦の最後、最終セットの時の手、まあ、僕がブログにも書いてたんですけど、手引っ込めちゃったところは、うわーって見てて、うわーって思ってましたけど。まあ、でも、すごいです、本当に。どこまで行ったかな。ペルージャの監督に今シーズンの強さを、あ、そうですね。ペルージャの監督のアナスタジさんはちょっと僕はつながりが あるので、彼はすごく話しやすいので、なんとかアナスタジさんに、話を聞いてみたいと思います。でペルージャの秘訣、まあ、強さの秘訣か。あ、まあ、でも、もうなんか、強さの秘訣な。なんでしょう、まあ、
でも、なんだかんだ、フュージョン強さの秘訣は、サーブと守備、ディフェンスかな、とは個人的には思ってますけど。はい、山田よし子さん、日本代表の話に戻りますが、やはり忖度をしないブラン監督さんの存在を、あ、そうですね、やっぱり忖度をしないというか、まあ、日本のバレーボール界隈っていうのは、すごく、ね、いろいろしがらみが多い世界らしいですので、うん。それゆえにやっぱりいろいろこれまでやっぱりクリーンな人選とか、そういうものが行われてこなかったのも事実ではあるのでですね。まあ、そこをね、どんどんぶっ壊していってくれてるブランさんは本当に素晴らしいと思います。ね。何のためにやってるのかというか、ね、やっぱりそのバレー、代表を強くするか代表の成績のためを考えてっていうのが最優先されなかった事情が多分今まであったと思うんで、いろいろ。はい。そういうのはね、でもそういうの本当にね、やってるのはしょうがないですよね。しょうがないと思います。本当にありがたい。どんどん風通しのいい、組織にしていってもらいたい。それはもう河合さん、今河合会長さんにも、それはやっぱりどうにかお願いしたいですよね。どんどん。うん。ファンにがちゃんと、なんでしょうね、気持ちよく応援できる、チームないし、気持ちよく応援できる組織になってほしいですよね。セリさん、行きたい、むっちゃ行きたいから誘わないで。わかりました。これコックルさん、ニサにランクがいたらって思いませんでした。まあそうですね。ニサ、本当にレセプションひどいですからね。本当にレセプションひどい。本当に。なんか、うん、パドバの日じゃないですよ。パドバでまだそのラン君とセンガーがいるからいいでしょうけど、ニサは、まずリベラも本当にそんな良くないし、ラン君ほどめちゃめちゃパスできる大位置は一人もいないし、やばいです、あのチームはね。ラン君じゃなくて、本当、辰徳君でも来てくれたら、多分めちゃめちゃいいですけどね。めちゃめちゃいいと思いますよ。うん、本当に。あそこは本当にパスできてそこそこ打てるアウトサイドが本当にいたらめちゃめちゃ強かったと思うんですけどね。本当に壊滅ですね。ニサのパスは、サーブレシーブは本当に壊滅です、うん。イタリア語をお話しできる彼女ができたら上達早いはず。ラン君、こういうことを言うとガチ勢に怒られそう。そうですね。確かにね。イタリア語を話せる。彼女を作る。そうですね。まあ個人的にも、まあこれも多分ガチ勢に怒られそうですけど、なんか外国人と付き合ってそのまま結婚とかした方が面白いなと、面白いな、誰目線で言ってるかもですけど、面白いなと思ってるし。で、そうなってくるとね、多分まあ、ジュニアも大きくなるでしょうから、うん、そういうのも面白いですよね。うん。確かにね、バレーボール選手一人ぐらいなんか、彼女が外国人でもね、面白いじゃないかな。特にもう西田選手は、西田君はもう、小川ちゃんと付き合った、結婚しちゃったんで、うん。なんかね、そういうの面白いですよね。ラン君がモンツァのユニをデザインしてほしい。確かにその方がまだ多分モンツァのユニいいかもしれないです。うん。そうですね。いや。まあそんな感じですね。今後のスケジュールは、まあクラブシーズンは、うん。まあでも本当に、その、石川、まあミラノ、パドバ、ニサの、本当シーズン最終戦はなんか、少なくとも見届けたいですね。まあ本当にプレイオフなんで、どの試合が最終戦になる、なるかっていうのは予測しにくい、ところはあるとは思うんですけどもね、シーズン最終戦はなんか見届けて、最後にね、お疲れ様でしたってなんか言いたいですね。まあ僕、まあここまで、ちょっとお世話になったというか、こんなにしっかりと、追っていったシーズンはなかったんで、まあそういう意味を含めて最終戦、うん、最後の勇姿っていうのを見届けたい気持ちはすごくありますね。うん。そうですね。で、その後は、代表ですけど、代表シーズンはどうなんだろうな。まあ、まあ少なくとも VNL のフランスは
行くのかな、フランスと、あと、まあ、ポーランドのファイナルはもちろん行きます。ので、うん。その後は、日本代表だと、アジア選手権がある。ですけど、アジア選手権行きたいですね。イラン。イラン行きたいですね。まあ、イランには行ったことあるんですけども、うん。まだイランでバレーボールを見たことはないので、イラン行ってみたいですね。そう、イラン前行ったときは僕はイランのクラブチームの練習見学だけしたんですけど。なぜか。練習見学だけして、ただ試合は見れなかった。ちょうどタイミングが合わずに試合は見れなかったんでですね。イラン、テヘラン。だすごそうっすよね。イランの会場とかなんか。ブブゼ、ブブブブってめっちゃなんか言ってるし。ああいうのを含めてちょっとあの雰囲気味わいたいですね。うん。そんな感じかな。通称か。ではでは、じゃあちょっと、他に、じゃあ、なんかコメント、まあ、質問等ないようであれば、このあたりで、もう今日のライブ配信終わりにしたいと思うんですけども。イラン、ブーイング、そうですね、すごそうですね。うん。あ、激しそうですね、イランのファン、本当に。うん、どうでしょうか、他に皆様からの質問なりコメントなりありますでしょうか。何でもいいですよ。バレーボールのことでもいいし、バレーボールじゃなくてもいいし、まあ、この前ケントさんと久しぶりに会ってどうでしたかとかでもいいし、まあ、どうでしたかっていうのはまあ、まあ、あとそうですね、あとずでもそのまあケントと再会したのもそうですけど、なんだろう、まあ、ちょうどその、ケント君と再会した日は、ベネツィア2人、まあ、回ったんですけどね、一緒にアンダー、その、ケント君がやってた、中学選抜の皆さん、子たちも一緒にいたんでですね、まあ、彼らも、まあ、僕はあんまり結構喋ってないけど、喋ってないですけどね、日本の未来の選手たちもね、ちょっと違う。見て、ああ、でも、やっぱ日本の中学生だなと思いながら、なんか、その日本の中学生に懐かしく、もう懐かしく感じました、なんか。うん。というようなところで、どうでしょうか。何もなければ、あ、そう。ちなみに今、ワルシャワはですね、雪降ってますね。雪降ってますよ。雪降ってますね。大丈夫かな、なさそうですかね。あとなんか他に、なんでしょう、どっか。この試合の取材行ってほしいとかっていうのはなんかあったりする、しますかね。うん。ないのかな。はあ、まあまあ。そんなもんかな。コメントは上がって。なそうですね。あ、タイ語がやってきましたね。ちょっと、ご迷惑にかけます。Can you speak Thai? No, sorry. I can't speak Thai. I can't speak Thai, sorry. I can speak only Japanese, English, and a little bit Polish.すいません、タイ語はわかりません。ごめんなさい。というところで、じゃあ、今日はこの辺で、終わり。あ、ジョニー A さん、ランクのファンサーの映像はよく見ますが、他の選手はどうですか？他の選手ですか？あ、他の選手も、あ、パドバのですか？パドバの他の選手もみんな、ファンサーよく対応してくれてますよ。うん。これ呼んだらみんな多分来てくれますね。うん。パドバの選手は結構みんな対応いいんじゃないかなと思います。うん。まあでも、ランクは本当すごいですね。まあ、ファンサーを待ってるファンの人数もすごいんですけどね。もう最後の一人までやってますからね。毎回試合終わった30分ぐらいかな。やってるんですごいですね。うん。そう、でもこのファンサーをね、受けられるのも、この、
クラブシーズンだけなんで、日本に代表シーズンになっちゃって、もう、こういうのはないでしょうから。からね、ぜひぜひぜひ、まだ、まだチャンスあるんで、まだ、これから、イタリアに飛んで、見に行くのも全然ありかなと思います。ですね。パドバのメディア席にいるトシキさんを見つけるのがいつも楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。だいたいサーブね、打つと、打つってますよね、僕。あ、堀越さん、あ、ぜひぜひイタリア行ってみてください。行ってください。もう、休みを確保して、航空券を買っちゃえば行けますよ。ということで、そんな感じですかね。じゃあ、コメントも質問ももうちょっと出てこなそうかな。うん。こなそうなんで、じゃあ、今日は、このあたりにしたいと思います。スタートがね、20分ぐらい、僕の、慣れてない感じで遅れてしまって申し訳ありませんでした。ただ、今回もこうやって、皆さんと交流できて楽しかったです。また、クラブシーズンまだ続きますんで、今後も、最後まで、できる限り、取材活動を続けていきたいと思います。何かいろいろね、メッセージなりご要望なり、あればですね、僕の、Twitter の方とかで、DM でも本当に応援メッセージでもいただけたら、ね、すごくすごくありがたいです。ですし、ブログの方でも、コメントいただけたらすごくありがたいですし、また、ブログで、投げ銭していただけたら本当すごくすごくありがたいですし、はい、またユニフォームの代行の、サービスもやってますんでね、そこもまた依頼いただけたらすごくすごくありがたいです。ただやっぱりシーズン終わってきてるんで、なかなか難しく投了するのが難しくなってきてはいますので、ちょっと全部できるかどうかわからないですけども、あとやっぱりミラノのですね、クマちゃんの人形か、あれがちょっと入荷がまだまだ未定らしくて、ユニフォームはこの前、コッパイタリアの時に、仕入れることができたんですけどね。クマちゃん人形がちょっとどうなるかがわからないですけど、なんとかちょっと今は待っている状況ですね。はい。ということで、皆さん本当に、1時間半、スタートから待ってた方は約本当に1時間弱、ありがとうございました。今後もですね、元気に頑張って、活動を続けてまいりたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。ではでは皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。